源氏物語第十八条松風。東の院が凛々しく落成したので、花散る里と言われていた婦人を源氏は移らせた。西の隊から綿殿へかけてをその居所にとって、事務の扱いどころ、警視の詰め所なども備わった源氏の婦人の一人としての対面を存じないような住まいにしてあった。東の隊には明石の人を置こうと源氏はかねてから思っていた。北の隊をば琴に広く立てて、仮にも源氏が愛人と見て、将来のことまでも約束してある人たちのすべてをそこへ集めて住まわせようという考えを持っていた源氏は、そこをいくつにも仕切って作らせた点で、北の隊は最も面白い建物になった。中央の神殿は、誰の住まいにも使わせずに、時々源氏が来て、休息をしたり、客を招いたりする座敷にしておいた。